今からですね、オリジナルとかですね、まあ、踏まえて歌っていきたいと思います。今日はのはっちゃんがわざわざ来てくれたので最後にコラボを2曲しようかなと思ってますのでですね、最後まで聴いていってください。それも私の今日はですね、2人展ですね、個展をここの時の種で、やらせていただいて、私の拙いというかですね、あまり公表できるか分かりませんけど、その描いた絵を、飾らせてもらって、本当はですね、今日安藤さんってそこにいらっしゃいますけども、写真を撮っていらっしゃってですね、私の写真も撮ってもらったんですけど、その方の個展をしようかっていう話で私がここを紹介したんですね。そしたらなぜかじゃあ私も中根さんもやればってオーナーに言ってもらえて、じゃあ私も久しぶりに絵の個展をしたいなと思って、もう十何年ぶりなんですけどやろうっていうことで始まったことで、で最終日に歌を歌おうかという、ね、ことになりました。で今日はですね、本当にお久しぶりにね、来ていただいた方々がですね、もうとても嬉しいです。そこにいらっしゃるわけですね、私が前おかけをしてたファジースタイル の, ドラマさんもやってた方でまだスティック持ってます、2本投げたのスティックをね、もらったりとかしてですね、はい。でまあ、私の上にある絵の中で一番好きなのがおばあちゃんの絵なんですけど、初めて人の顔、こう芝の多いおばあちゃんですね、描いたんですけど、何にこだわってるかというと、芝もあるんですけど、の目ですね、お年寄りの目っていうのはなんかこう澄んだ感じ、まあ、白内障もあるんでしょうけど、こう澄んだ目をしてるんですね、なんか透明感があるというか、こう引き込まれる、まあ、そういうのをこう主に趣旨に変えたんですよね。なんかいろいろありますね。まあ話が長くなるんで始めたいと思います。でいきなりですね、初トライの曲をやろうと思いますので、間違ったら皆さん適当に流してくださいね。デスペラードっていう歌を歌います。Down for your facing, open up.
ありがとうございます。今のがね、初トライなんですけどね、なかなかね、英語が不得意でありまして、でもね、英語の歌大好きなんでね、また次にも英語の歌を歌うんですけど、まあね、音楽が大好きで、ずっとギターも弾いてますけど、絵もずっと前からね、小学校の時からもう漫画家になりたいぐらい大好きで、漫画も描いてたんですよ。なんかね、絵体の知らないですね。なんか、また美大に行きたいなとか思いながらも、でもまあ趣味でやればいいかなと思って、でもなかなかね、できないですよね、きっかけがないと。で、第1回目をやったのが湯布院で、14年前にやらせてもらったんですけど、その、ギャラリーがありまして、でそこでね、壁とかこう綺麗にスプレー画を描いたり、コルクでコルク人形を描いたり、瓶に色をつけたり、あとはですね、オーブン粘土っていうのがあるんですよ。粘土でね、焼いたらこう陶器みたいになる粘土で、粘土でオーブン粘土を作ったりとかで、人形ですね、あとは自分のキャラクター作って T シャツに絵を描いたりとか、まあ、いろんなことをやってみたんですよ。で、どんな自分が作品作ったのでいいのか分からなくて、模索展っていうのをやったんですけど、まあ、上にある大きなこの10号ぐらいの絵の猫ちゃんの絵はその時に描いた絵なんですね。でね、こうやってなんかお久しぶりになんか大好きな人たちに囲まれて、なんか私はすごく嬉しいんですけど、なんか逆に恥ずかしくてなんか声が出ません。でも頑張ります。じゃあラビングユーを歌います。See?
まあね、この曲こう静かに歌うこともあるんですけど、いろんなテンポがあるんでね、こういう感じでこう、ダーピニュー It's cause you beautiful って歌ったこともありますし、あの前2年前とか3年前には夢の音楽祭でちょっとハードにこう、ダーピニュー It's cause you beautiful って歌ったこともあります。ね、曲によって弾き方によって全然変わるんでですね、音楽はもうとても楽しいというかですね、人によっても声によってもね違いますし、ね、もう楽しい感じで、だから昔、まあ、ピアノからね、あの4歳の頃ピアノを始めて、それから音楽に携わってきたんですけど、4歳の時からなんか一人でこうピアノに向かって最初はこう練習してるんですね。こうあのこう紙に決められたピアノを習ってたんで、決められたピアノをやってて、それからどん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 脱線するんですよ。どん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 なんか自分で作ってて、何もう気が付いたら3時間とか弾いてることが結構ありましてね、なんか音楽はね、あっという間にこうね、あのやってると時間が過ぎてしまうんですね。だからそういうなんか共有もありましてね、やっぱりこう音楽の大好きな人とこう交わるとまたね、いろいろ音楽が自分の方向性も変わってきたりね。だからやっぱりこう言葉と同じで音楽の音っていうのもね、言葉の代わりになってくると思うんですよね。あー、寝てたマシンガーですから私ねじゃあですね、私が平成18年に書いたフリーダムという曲を久しぶりに歌います。あの自由に来てねっていう、今の時代こう皆さんがやっぱね、こうなんていうんですかね、やっぱゲームばっかりとかしている子供たちとか、あのやっぱ仕事に疲れてこう横断歩道をぼーっと歩いてる大人たちっていう感じで、自分もそれの中に入ってる感じがしてですね、なんかが違う、なんかが違う、あの自由に行って行こうじゃないかっていう、なんかちょっとね、あの言葉に言い表しにくいんですけども、まあ、そういう思いを込めたのでフリーダムという曲をね歌いたいと思います。Thank you.
私の代表曲がありますけどね、これもね、いろいろね、コードとかも凝ってるんですよね。本当だったらね、サビがあります。
をしてもらいたいなと思いますけど、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。じゃあ晴れと空という曲ですね。Thank you.
さあ。じゃあハちゃんお願いします。急遽ですね、あのハちゃんが来てくれたということで、はい、コラボをやろうかと思ってたんですね。あ、ハポは。これはカポ。じゃあ、ハちゃんも来てくれたということなんですね。桜っていう、桜ですね、はい、っていう曲をいつも私があのコーラスで歌わせていただいてるので、一緒にやろうかと思って、急遽腐れんでですね、2月から今日は PA 係として参りました。あっちゃんでございます。ということで今日は急遽頼んでしまいましたので、皆さんよろしいでしょうか。季節外れでもございますよね。でもなんか桜ですね。でも季節外れだねって言ったら、いやまだボタン桜があるっていうふうに言われてましたので、そうですね、今からボタン桜、今ですね、ほらツツキとかすごくね綺麗で、最近はねなんかピンクとかねオレンジが綺麗な色をねしているのがありますよね。昔は薄いピンクしかなかったんですけど、今改良されてるみたいにね。じゃあ今日はですね、ヨコちゃんのコンサートの口汚しになると思いますけれども、久しぶりに、ギターで参加、1曲僕がリードボーカルを取らせてもらいますので、あとはもうお任せするという感じで、ちょっとこれが出てないかもいきますか。
the sky. I know I love is you under the tree of the sun. Sakura, 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 kimi ni tarete sakura. りとして参りました、そうしましたら僕引っ張り出されて、はい、ブリーズしてね、今日はね、はい、じゃあ、カポニーでいきますかね。カポニーやったかな、うん、あ、そう、ね、うん、ちょっと久しぶりに歌うんで、もう僕もちょっと閉じると思います、うん、thank you.
の横ちゃんにもう一回拍手お願いします。素晴らしい絵をご披露いただきましてね、多分素晴らしかったです。皆さんもね、今日もよろしくお願いします。横ちゃんね、眉毛に置いてていいですか？